都市間総合展の委員会の増井です、本日司会と後半のディスカッション時に少しだけファシリテーターを務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、まず本日の流れですね、簡単に見ていきたいと思います。本日は導入部で本フォーラムの出発点と、まあ、主催者としてのですね、仮説というのをちょっと提示させていただきたいと思っています。でその後、佐賀大学の名誉教授でいらっしゃる長塚先生から、ものづくりや創造のための公共空間、メーカースペースと図書館と題しまして、公共空間におけるものづくりや創造行為の位置づけですねと、まあ、世界の図書館がいかようにこういった新しい流れに取り組んでいるのかというのを、たくさんの事例を交えてお話をいただきます。その後、県立長野図書館の企画協力課主査でいらっしゃいます朝倉さんには、今年の4月に、同館内に、オープンした新春学び創造ラボでの、取り組みやそこで見えてきた課題などについてお話をいただき、最後は、それぞれのお話の中で出てきた要素を回収しつつ、皆様からお寄せいただいたコメントやご質問にお答えしたいと思います。すでに、フォーラムの前にお伝えしておりますけれども、本日、まあ、時間の関係上ですね、直接皆様からですね、口頭で質問を受ける、コメントを受ける時間がございませんので、こちらの方にお寄せいただければ、適宜、ちょっとこちらで拾ってですね、言及させていただきたいと思っております。ただし、まあ、先ほども申し上げましたけれども、時間の関係上、すべてのご質問とかコメントにお答えすることは聞かれますので、その点だけご了承いただければと思います。はい。ということで、早速、本日の出発点ということでですね、お話をしていきたいと思うんですけども、今日この人から、始めたいと思います。結構、まあ、前の方というか、まあ、前の方といったらすごい失礼なんですけども、アメリカ図書館協会会長を1994年、から1995年、務めていらっしゃったアーサー・カーリー氏から始めたいと思います。で、なぜ彼から始めたいかといいますとですね、まあ、これはちょっと僕の中の考えなんですけども、やっぱり図書館というのは民主主義の砦っていうのが僕は一番大きいのかなと思っておりまして、まあ、それについて、いい感じのコメントをしている方はいらっしゃらないかなということで、まあ、ちょっとリサーチをかけたところ、まあ、アーサー・カーリー氏がヒットしたと。でこの方アメリカ その図書館、まあ、1900年代の、アメリカ図書館史の中で、まあ、重要な人をトップ100に、数えられている方なんですけども、まあ、その方がですね、1987年に ある雑誌に寄稿した、論文の中でこういうことを言っております。我々は図書館の存在が社会全体において生活の質を向上させる上で重要であることを主張すべきである。つまり図書館が民主主義的な自由の保障に直接寄与していること、情報への自由なアクセスおよび万人が自身の知識や就職の見通しあるいはライフスタイルを改善する機会は我々の社会においては基本的な人権である。これちょっと僕が訳してますので、ちょっと間違ってるところもあるかもしれないんですけども、まあ、ニュアンスとしては、お伝えできるかなと、思います。でこの中で下線を引いたところですね、まあ、情報への自由なアクセスっていうのはよく言われてることかなと思うんですけども、まあ、その後のその自身の知識を改善する機会ですね、まあ、これもまあそうかなと、思いますけども、その後のやっぱりその就職の見通し、これをですね、まあ、これ英語ではEmployment Prospects っていうふうに呼んでますけども、その就職の見通しの改善というのが、やはり、優先的に書かれているということがまず一つ、二つ目はそのライフスタイルを改善するんだということなんですけども、やはりその情報の享受だけではなかなかその就職の見通しって立たないと思うんですね。やっぱりスキルを身につけたりノウハウを身につけたりで、そのためにはやはり練習をしたり、実際にアウトプットをしていったりっていうことが大事になってくる。でライフスタイルっていうのもやはりただ単に情報を浴びてるだけではダメで、実際にアクションを起こしていかないといけない。自分の慣習とか、癖とかそういったものをですね、習慣なんかを直していかないといけないっていう、アクティブに、行動するということが必要になってくるかと思います。でその時代時代によってやはり社会の背景とかですね、そこでアベイラブルのテクノロジーとかで、この機会の提供っていう
この仕方がですね、まあ、社会全体、まあ、先ほどテクノロジーとか社会背景とか言いましたけど、それに合わせてやっぱり社会全体とか生活者一人一人のニーズっていうのも変わってくる、それは当然のことなんだと思うんですけども、そのニーズとともに提供の仕方も変わってくるだろうというふうに考えています。で、とはいえ、じゃあ実際にどういう今社会なのかっていうことをちょっと簡単に考えるための、今日皆さんにちょっとご提示したいフレームワークなんですけど、 OECD が、学びのフレームワークということで、こういうものを提示しております。これご覧になったことある方はどれぐらいいますか？あ、ぜひこのラーニングフレームワークご覧になっていただきたいんですけども、まあ、詳しくはここではカバーしませんが、まあ、基本的には、OECD が2030年の学びはこうなってますよということで、提示している、まあ、これでもまだ、ポジションペーパーということで中間報告的なレポートなんですけども、こういったことを提示しています。で、一番右上、まあ、ラーニングの最終目標っていうのは、まあ、ちょっとすごいちっちゃいんですけど、インディビジュアル&ソサイタルって書いてあるんですけど、ウェルビーイングだということなんですね。じゃあそれを達成するためには何をしているのかというと、まあ、予測とか行動とか振り返りですね、アンティスペーション、アクション、リフレクション、このサイクルを回していく、学習の中で回していくということなんですね。でここでやっぱり書かれているのは、まあ、アクションですよね。ちゃんと行動を起こすということなんですね。でこれをもうちょっと、真ん中の三つ葉のクローバーみたいな部分をちょっと、抜き出していきたいと思うんですけども、まあ、その中でじゃあどんな力を身につけていけばそのウェルビーイングが達成されるかっていうところなんですが、 AR サイクルをこのアクション、リフレクション、アンティスペーション、アクション、リフレクションとぐるぐるぐる回っていく中で、新たな価値を創造する力とか、対立やジレンマを克服する力、責任ある行動を取る力、まあ、つまり世界に変革を起こす力、まあ、こういうふうに呼んでるんです。この3つの力をそれで呼んでますけども、を向上させることが、まあ、学習の目的というか、これをすればウェルビーイングが達成、まあ、即達成するわけではないんですけど、そういった世界に、行くということになります。ということで、まあ、先ほども申し上げましたけども、やはりそのアクションを起こすとか行動を起こすっていうことがすごく大事で、アクションとか行動、アウトプットのないアクションとか行動というのは、普通にないとは思うんですけども、なので先ほどの、まあ、3つの機会があったと思います。自身の知識や就職の見通し、あるいはライフスタイルを改善する機会、この3つの機会を、提供するためには、まあ、多様なアウトプット手法や場へのアクセスを担保することが重要なんだろうなというふうに考えております。これが今日の仮説ということで、本当にそうなんだろうかという、まあ、今日これに対して明確な回答が出るとは思ってませんけれども、こういったスタンスで今日は臨んでいきたいなと思っています。で今日僕のパートはもう10分で終わりなんで、これ以上あまり喋りませんが、ちょっとね、気分をこう上げ上げにしていきたいなと。今日ちょっと3日目の1コマ目ということもありますので、パーッとちょっと世界でね、どんなアウトプットを提供している、アウトプットの場を提供しているのかっていうのを、もう僕よりも長塚先生とか朝倉さんの方が、まあ、実践者だったり研究者だったりされているので、詳しい話はそっちで、上げ上げの話はこっちでやっていきたいなと思います。これオーランドパブリックライブラリーのフォトスタジオですね。フォトスタジオで同じく、オーランド、アメリカですね、フロリダ州のオーランドです。これ、ムービースタジオですね。ムービースタジオ。あ、これもまだ同じ、オーランドパブリックライブですね。これは、オーディオスタジオですね。オーディオスタジオ。で、この奥の方にですね、実際に、ま、レコーディングできるスタジオがあるんですけども、そこにですね、3人の、ま、若者が、地元の若者がいるんですけど、まあ、どちらか、これ、司書さんから聞いた話なんですけど、現地の司書さんから聞いた話なんですけど、基本的には、まあ、貧困層というか、本当だったらこういう機会にアクセスができない人たちがそこでアクセスしているんですよ。それで、まあ、そのスキルを身につけて、例えば、まあ、アメリカの場合は、そこで非行に走らずに、まあ、ヒップホップに打ち込んだり、ロックンロール、まあ、ちょっとロックンロールって言い方がもう全然ロックじゃないんですけども、に打ち込んだりすると。ということです。はい、これ、ニューオーリンズパブリックライブラリーですね。まあ、レゴが散らばってたり、奥の黒い箱があると思うんですけど、あれ防音室で、あの中にはデジタルドラムとかそういったものがあったりします。ミシンですね。
これヒューストンのパブリックライブラリーですけど、こちらもやはり音楽スタジオがついていて、まあ、デジタル楽器が結構あったりします。はい、 Guess where this is。 いきなりあの問いかけですけど、これどこだと思いますか？知ってる人？行ったことのある人？お、すごい並んでる。はい、オーディ、フィンランドです。フィンランドのオーディです、12月にオープンしたばっかりです。で、これ3階で、2階に行くとこうやって、メーカースペースがあったりします。で、大きい作業の机があったりとか、あ、出ました、音楽スタジオでございます。はい、これ関係ないですこれ、スーパーミーが置いてあったんですね。で、スーパーマリオがプレイできたりしてすごい良かったんですよね。まあ、あの束の間の、あの休息をここで。で、あのこれがですね、スウェーデンの、ラバっていう軍団なんですけど、航空軍団なんですけど、14から25って書いてあるんですけど、14歳から25歳しか入っちゃダメなんです。14歳から25歳しかダメで、まあ、中に入ってみると本と楽器だったり、あと、あの、まあ、これも本ですけども、あ、ごめんなさい、なかった、まあ、3D プリンターとかも置いてあったりするっていう、そんな場所になってます。ということで、まあ、あのいろんな今、世界の図書館ではアウトプットを、いろいろ支援するっていうサービスが展開されているということなんですけども、まあ、それを考える上で、ただ単になんかものづくりだとか、音楽作って なんとかっていうことではなくて、もっとちょっと俯瞰してですね、大きなフレームワークで捉えたときに、じゃあどんなことが考えられるだろうということで、今日は、長塚先生と田中さんに、お話をいただくということで、お二人お願いしますというところで、バトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。長塚と申します。よろしくお願いします。今日はこういう機会を与えられて、非常に嬉しく思っています。で、今日私がお話ししたいのはですね、まず今、増井さんの方でいろいろ現在の図書館の役割が、だんだんこう変わってきているということで、私はもう一度図書館という視点からじゃなくて、社会全体の動きとの関係で少し最初にお話しさせていただいて、そこから見ると今後の図書館というのはどういうことを担っていけば、将来の社会に対して役割を果たしていけるのかということをちょっと見つめ直してみるというようなことを考えてお話しさせていただこうというふうに思っています。で、最初にまあ、現在の社会といいますか、ここ10年ぐらいですね、いろんな言い方をされてるんですが、まあ、第4次の産業革命というようなことで、なんかここにいろいろ書いてありますけど、今盛んにですね、まあ、ドローンであるとか AI であるとかですね、それから、AR ですと、なんか見慣れない言葉がどんどんこう生まれてきてですね、そういう社会の中にこう今生きざるを得ないというか生きているということで、その中でどういうふうにしていったらいいのか。で、まあ、よくAI が支配してとかっていうような話が出てくるんですが、まあ、それぞれの技術は技術であって、その時の社会の人間がどういうふうにそれをこうコントロールしてですね、社会に役立てていくかっていう視点がすごく大事なことじゃないかなというふうに思っています。で、最後の方にちょっと書いてありますけども、そのイノベーションと技術の中心に人間性と公益の追求を据えた未来ということで、これは図書館、先ほど増井さんがちょっとお話しされた、まあ、図書館の社会での役割ということとも非常にこう密接に関係してくる視点なのかなと思います。ということで、隣にですね、少しずつ出てますが、まあ、これはドイツのケルン市 の図書館の例で、まあ、メーカースペースをかなり先駆的にやっているところで、若者がですね、私がちょうど行った時に若者がここに来て、VR ステーションでいろいろ遊んでる。で、あなたは何をしてるんですかと聞いたら、実はこれを使ってですね、今料理クッキングをいろいろやっているところなんですと。
ということで、ですから図書館の姿が少し、だんだん変わってきて、もちろん、書籍や従来のですね、サービスが中心であることは、間違いないんですけども、でもそれだけでは多くの若い人たちの要望、要求を、満足できない時代が今来てるんじゃないかなというふうに思っています。で、メーカースペースって何なのかということで、いろんなところで、出てくるんですが、その、ここでは少しメーカースペースについてちょっと定義をしてるんです。で、最近では、図書館の中でもそうなんですが、いろんな海外の図書館でも、私が関係している国際図書館連盟というイフラの中でも、いろんな油棒とかですね、いろんな変なちょっと怒られちゃう、いろんな名前が出てくるんですが、ハッカースペースとかですね、いろんな言い方がいろんなところでしてされていて、でそれらをこう全体を包括する概念といいますか、としてメーカースペースという言い方が使われています。ですから何か実際に物を作ったり想像したりするような空間のことを、メーカースペースという、割と広い意味でこう使われるというのが最近の傾向になっています。で、実際にですね、公共図書館でメーカースペースを設置する動きがいろんなところでいろんな国に広がっているんですが、でこれはどうしてそんなことになっているのかというのをこの後少しお話しできればというふうに思います。で実際にアメリカとかヨーロッパとかですね、あと、アジアの国々のことはいつもあんまり触れられないことが多いですが、実は現在非常にこうある面です非常に進んで意欲的な取り組みをしているのはアジアの国々だと。でいつもは日本とですね、アジアの国々って日本はずっと昔からアジアの中では先進的な国だというふうな意識がどうしても残っていて、でも実際はもういろんなところで逆転しているのになかなかそれ認めたくないという思いもあって、事実を見ないんでそこはオミットしてアメリカに追いつこうというだけでこう話を進めるのはいろんな意味で間違ってしまうんじゃないかなというのが私の思いです。で、先ほどもちょっと増井さんのところに出てきましたけど、ケレウシの先ほどのですね、図書館ですとこういう刺繍用のいろんなミシンなんかも置いてあって、それをこう活用して何かいろいろものを作るというようなことで、これもメーカースペースというふうに称しているものの一部というふうになる。から、実際に日本ではいろいろ公共図書館でそのゲームコーナーを置くのはどうかという議論もいろいろあると思うんですが、このケルン市ドイツなどではゲームコーナーなんかもあって、もちろん学習用のいろんなゲームソフトがいっぱい用意されていて、学ぶという意味も兼ね備えてるんですが、それだけじゃなくて本当にゲーム的なものもいろいろ利用できるということと、それからいろんなエレキギターとか何かも置いてあるということ でちょっとここでですね、少し振り返ってみると、今年の夏に8月でアテネで国際図書館連盟の大会が行われて、私も行ってたんですが、そのポスターセッションというのはいろんな国の人がポスターを発表するんですが、その中で優秀賞を得たのがここにあるリトアニアの国立図書館でのメーカースペースに取り組んでいる人の発表が最優秀賞ということで表彰されていました。ということで世界的にも非常にこう注目されているトピックなんだということをちょっと、でこれは下の方の絵はその国立図書館の中にある私が行ったのは2年前なんですが、その時にちょうど立ち上げたばかりで、そのメーカースペースを立ち上げて男性の人が1人担当者で、私がこれからやるんですって言って、ちょっと不安と頑張りというような感じで一生懸命話をしてくれましたけども、でその人が今です、ね、非常に頑張っていろいろ広げているというような感じ でこれはその辺のことをちょっと整理して、まとめた本なんですけども、で、ちょっと実際の話になる前にですね、メーカームーブメントと図書館ということで、このメーカースペースがなぜ生まれてきたのかということなんですが、どうしても図書館のとこだけに焦点を置くと、なんだかわけがわからない、なんでそんな話になっているんだということになるんですけども、実際にはメーカームーブメントと
ということで、この、まあ、デジタルの時代にもう一度ものづくりの在り方を見つめ直して、どうやってこうそのそれぞれの国でこう活性化していくかということで、特に、まあ、アメリカがで一番最初にこう動き出したわけですけども、その動きはあの図書館が中心というわけではなくて、中心は学校なんですね。で、学校とかコミュニティのところでが中心で、特に若い人の新しい時代への教育をどうしていくかということの中で、まあ、デジタルでのものづくりも含めてですね、新しい形の教育が必要じゃないかということでこう思い切り出しました。で、それにあの、まあ、図書館とか、まあ、障害学習の機関であるその美術館とか博物館などがこう参加していったという形になっているんだと思います。で、それにはもちろん企業とかコミュニティもそこに参加しているということで、ですから図書館が全体 の、 その 社会の今大きな変化、第4次産業革命の中での変化の中 の、 その中心というわけではなくて、それに参加している機関だという位置づけが必要かなというふうに思います。で、実際にそういう動きが始まって動き出したのは今から10年15年前に、メイクという、ま、あの雑誌がアメリカで作られて、メーカーフェアということでその展示会がいろいろ開かれるようになりました。で、これが、まあ、一番最初なんですけども、実際にはそんな急に新しいことが広まっていくわけじゃなくて、だんだんと動き出したということなんですね。で、ここ、まあ、5年ぐらいで非常にこう大きな広がりを見せるようになってきたというのが状況だと思います。ですから、まあ、日本で、そういう新しい取り組みをするということは、全然時期的に遅いというわけではなくて、どこの国もそんなに古くなくて、まだ始めたばかりということ の状況です。で、2014年に、これはあの今あの、大統領はあのトランプさんに変わったんです。いろいろアメリカの中はいろいろ、まあ、あの言うとあの語弊もあるかもしれませんけど、いろいろ問題も非常に多く抱えているということで、この当時は言ってないんですけども、2014年に、オバマさんの時にですね、ホワイトハウスメーカーフェアっていうのが開催されて、これが一つの大きな契機になりました。で、これを契機にしてアメリカの図書館なんかでも非常にこう積極的に取り組むようになったということがあります。で、実際にあの、まあ、そういう動きを受けてですね、今お話ししましたように、アメリカの小中学校ですとか高校ですとかからあの教育館の他に図書館などでもそういうことに、取り組んでいくという動きが、まあ、起きてきたということですね。で、この後少しですね、あのアメリカだけではなくて、あの他の、まあ、ヨーロッパですとかアジアの国で実際にあのどんなふうな状況になっているのかということのちょっと一端を少しご紹介したいというふうに思います。で、アメリカでこう広がるそのメーカームーブメントということで、新たなものづくりへのデジタルも含めてのですね、関心が非常に広まってきたことに対して、まあ、ヨーロッパの国がすぐレスポンスしました。で、その次にこう、まあ、アジアの国もいろいろレスポンスしていくという状況について少し紹介したいと思います。で、これはあの、まあ、そういう形で、あの特にあのそのフォーカスはやっぱしあの、児童であったりとかあの生徒であったりとか若い世代に向けて、そういう新しい、まあ、教育っていいますか、新しい知識をや技術を身につけてもらう、で新しい時代に向けてですね、ということにこう非常にこう焦点が当てられてきました。で、ここにちょっとあの絵が出てますが、あの隣の韓国のソウルにある図書館なんですが、ここは非常にこう積極的に頑張っているところですが、あの、創作体験館という名前で呼んでます。実際の名前ですね。ということで、そこにあるようにいろんなあの児童があの、いろいろ絵本を作れる
というための素材、まあ、絵の具とか何かいっぱい用意してありまして、そこで作ったら、それは、まあ、紙に出力するだけじゃなくて、そのデジタルで出力して、で、あのウェブで公開したりとかですね、というようなことで、その従来の、まあ、紙でこう収まってたところをさらにこうデジタルでいろいろもっと広くやるための技術とか知識を一緒にこう学ぶ、提供していくというような場合になっているというのが僕の特徴になっていました。で、実際にですね、この後少しちょっと例を見てみたいと思うんですが、これはアメリカのサンフランシスコの例ですが、ここはシリコンバレーに近くて非常に有名な大きな図書館なんですが、そこでは、ここにティーンズって書いてある 10代の方向け、ティーンズオンリーって書いてあってですね、入り口に書いてあるんで私は入れないのかなと思ったんですが、まあ、ちょっと無理して入ってですね僕は図書館員の人といろいろ話をします。で、名前はミックスっていう名前で、いろんなものをこう、まあ、混ぜ合わせる、混合させるというような意味で使ってました。で、ここは非常に積極的にメーカースペースをやっているところで、実際にデジタルでのいろんな編集ですとかですね、などの機器もいっぱい置いてありまして、で、まあ、3D、 もちろん 3D プリンターなのかも置いてあります。で、非常に大きな特徴はですね、そのコーナーの中に、それに関連するですね、そういう技術や知識に関連する書籍が置いてあって、その本もすぐ利用してですね、やれるというのが図書館でやることの非常に大きな利点だと思います。ですから、いろいろ新しい技術をこう本をで学んでということが非常に近いところで行えるということで、大きな特徴になっているんじゃないかなというふうに思います。からもう一つはコロンバスという、これはアメリカの中部にあって、非常に困難を多く抱えるところで、産業、旧来の産業がだんだんこう自動車産業とかですね、いろんな没落して、経済的にもこうちょっと大変になっているところなんですが、そこでも同じように、ここではユーメディアティーンズということで、まあ、10代の人に焦点を当てて、同じようなことをやっていました。で、私が行った時にも高校生が大勢来ていて、まあ、午後でしたので授業終わった後に大勢来ていて、そこで自分でやったりとか図書館員の人に聞いたりとかして、いろいろ取り組んでいました。で、この後ちょっと紹介したいのは、実はこういう大規模な図書館はリソースもいっぱいあるし、いろいろやりやすいんですけども、もっと小さな町の図書館ではどうなっているのかということで、まあ、アメリカではですね、その今はこう1、2年なんですけども、小さな町の図書館でこのメーカースペースを設置するということがかなり広がってきています。もちろん図書館員の方と話すと、自分のところは今あるサービスだけでも場所もいっぱいだし、その新しいことできるスペースないよということを言われる方が多いんで、そのメーカースペースを設置しようと思っている若い人、若い図書館員の人なんかは、それをそうじゃないなという説得がすごく大変だということで、アメリカでも非常に困難が多いんですね。で、新しいことを始めることですから、それに対して反対される方も多いんで、そこは非常に大変だと言っております。で、ここはリバモアっていう、サンフランシスコから1時間ちょっとにある、郊外の町なんですけども、そこの図書館でも、2016年の夏に訪問したんですが、その時に準備をしていて、2017年ですか、2年ぐらい前からスタートさせて、今は、そのメーカースペースが設置されて、担当者の一人の男性の人ですが、頑張ってやっているということで、この方が非常に頑張ってこれからやるんだというようなことで、今定常化されてやっています。で、大きな特徴としては、名前はメーカースペースといって、クリエイトラブと創造研究室みたいな名前をつけてるんですが、それで、プログラミング用の
教育用のロボットなども貸し出したりとか、本と一緒にです、本と同じようにこう貸し出しなんかもしています。ですから、で毎週継続的にプログラムを組んでやるということと、そういうコーナーを作って、そこは日常的に開放するというようなことで、スタートしているということですから、まあ、あんまり大規模に考えなくてもですね、まあ、小さな規模でもいろいろ工夫しながら、まあ、アメリカでは始まっているというのが大きな最近の動きとして紹介したいと思います。で、まあ、これも同じように、で実際にはですね、そういう、まあ、ロボットのプログラミングとかだけではなくて、木製のいろいろ創作遊具とかですね、なども用意して、旧来からのいろいろな、まあ、アナログでのですね、いろいろなものづくりと、そういうデジタルのものづくりが、まあ、融合して一緒のところでこうやれるというふうにして、スペースを作っているというのが大きな特徴になっているというふうに思います。で、これは先ほどちょっとお話ししましたので、まあ、ドイツのお話ですが、ちょっとスキップして先に進みたいと思います。でここもまあ、リトアニアの場合ですね、もう非常に努力してやっているということで、実際にはですね、ちょっとさっき紹介しなかったんですが、まあ、リズムスペースということで、まあ、子供がそこで遊びながらですね、で、隣のところではいろんな、まあ、デジタルの工具なども用意されていて、それも使う両方ができるというような工夫がされています。で、ではこの後ちょっと、アジアのことを少し紹介したいと思うんですが、まあ、先ほどもちょっと紹介しました、これはソウルの国立図書館の入り口です。でここはまあね、まあ、メーカースペースということで、創作体験館という名前で呼んでました。でこれはかなり、まあ、スタートしたのは早くてですね、まあ、頑張ってやっている図書館ですね。でソウルの中でもそんなに多くの図書館がやっているわけじゃなくて、いくつかの図書館が取り組んでいるという段階でした。でこれは 3D プリンターなんですけども、先ほど紹介した、まあ、いろんな絵の具とかなどが用意されています。それからこれは作品ですけども、まあ、子どもが描いた絵とかですねなども展示したりとか、デジタルで取り込んで、ウェブで見れるようにしたりとか、あと別に子どもだけじゃなくてですね、まあ、だんだん私もそうですが、だんだん年を取ってくると、まあ、自伝を書いてみようとかという人も多くて、そういう自伝を書くためのサポートをするコーナーがあって、その自伝を、図書館のウェブで発表したりとかというようなこともサポートするということで、まあ、非常にこう幅広く取り組んでいるのが特徴でありました。から次は中国ですが、まあ、中国はなんか何をやるにも桁違いな、もう規模が全然違うんで、もう比較にならないという話もあるんですが、これは北京の首都図書館という日本の都立中央に相当するようなところなんですが、もう規模ははるかに高層ビルが 何棟もあってですね、それが全部図書館という、で1日に1万人以上の方が、土日ですと2万人ぐらいの方がで利用するというような、すごい規模の大きな図書館ですが、そこの中の、まあ、ここは自動図書館が昔は別々だったのが今は統合されて同じところにあって、そこがこのメーカースペースに非常に積極的に取り組んでいます。で名前はですね、青少年マルチメディアスペースっていう名前で呼んでいて、これはアメリカの企業から寄付で、設置されたということなんですが、まあ、その電子書籍のいろんな制作を支援するというようなことから始まって、いろいろ創作と体験の両方、まあ、3D ムービーとかですね、すごい立派な施設で、この後にこんな、なんかどっかの宇宙に来たような感じのすごい設備なんですけども、ここで 3D ムービー見たりとかですね、いろいろな、まあ、体感ゲームもできたりとか、いろんな設備が
て、ですけど図書館の方にと話をすると、まあ、そういう体験型とそれから電子書籍などを実際に子どもたちが作るという創作の方と、まあ、両方をですね合わせてやってるんで、そのマルチメディア体験コーナーというコーナーとで読んでるということですね。中国のもう一個は深センですね。これは今年の6月に行ったんですけども、今は中国でも4番目の巨大都市になって何もなかったところですね。まあ、工業関係のところでは先端的な都市でよく知られてますけども、で、人口も1300万人ぐらいという東京より大きな都市になっています。で、ここはものすごく綺麗な都市、新しく作られた都市ですね。で、この写真が図書館なんですが、隣が音楽庁ということでミュージックホールになります。で、まあ、日本人の設計者が作った、設計は日本人がやったということで、まあ、1日に8000人が使えるということなんですけど、もう来る人がもっと多くてですね、今もう一個同じようなのを作ろうということで計画しているということでした。で、ここではそのメーカースペースそのものを発音通りに漢字に直してそれでやっているということで、ここはかなり大規模にそういうことに取り組んでいるということで知られています。で、毎月いろんなスケジュールがあってですね、いろんな内容で催しをやって、催しといいますか実際の体験コーナーですねをやって、ワークショップをやって、いろんなトピックスでやっているんで、まあ、児童から年齢層もいろいろなコースを作ってやったりしています。で、これは実際の例で、こんなことをやっているよと、手の消毒剤の作成コーナーです。あとプログラミング言語で年賀状を作ったりとかですね、まあ、いろんなリモコンで、動くおもちゃの自動車の作成コーナーとか、まあ、いろんなことを工夫しながらですね、いろんな対象に向けてやっています。これは行った時にちょうど子ども向けの講座をやってまして、父兄が同伴してきててですね、一生懸命父兄はスマホでその子どもが頑張っているところを写真撮るという、どこでも同じような光景ですけども、今やっておりました。それから、次はマレーシアということで、マレーシアは最近非常にこう頑張っているんですけども、このペナン州の州立図書館なんですが、まあ、サイエンスコーナーということで、まあ、科学技術立国と、なんかどっか昔どっかで聞いたようなことなんですが、マレーシアは科学技術立国ということで、図書館もそれに向けてすごく非常にこう資金も投入されて頑張っているということで、こんなロボットがいっぱい置いてありまして、で、ロボット操作を通じてプログラムを学習したりとかですね、ということで専任の図書館員の人がついて、これをマネジメントするというようなことをやってたりして、で、まあ、最後は県立長野図書館、この後はお話しいただくわけですけども、まあ、日本でもですね、非常に工夫しながら新しいこういう試みを取り組んでいるということで、非常に大事な今時期に来てるんじゃないかなというふうに思っています。で、実際のお話はこの後されますので、で、これはちょっと表を今までお話したところとそうでないところもあるんですが、表としてまとめたんですが、2つ大事なポイントがあると思うんですね。1つは対象者ということで、多くの図書館が新しく始めるときにはやっぱり幼児ですとか児童ですとか、あるいは子ども、若い子ども向けにどんな新しいことができるかというサポートできるかということで始めるとか思うんですね。からもう一つは一番、右側ですかね、丸印が3つついてるんですが、これはアメリカの、まあ、小さな町の図書館です。だから大きな図書館ではなくてですね、で、この2017年に
村井からメーカースペースが始まりで出しました。でこれはそういう要求がアメリカの中で広くあるんで、まあ、小さな図書館でも始め出したということで、実際の例は先ほどちょっとお話ししましたけどね。ということでこれは非常に大きな出来事というか、これからの方向性を示しているんじゃないか。で大きな図書館でこう頑張ってやってるっていうのは、まあそうかということで、なってしまうんですが、小さな図書館でもアメリカではだんだんと広がりだして頑張っているところが出てきた。でそれは非常にこう日本でもですね、小さな町の図書館でこうどうやったらやれるのかということが今後の非常に大きな課題なのかなというふうに思っています。でということで最後になりますけれども、その全体としてそのこのデジタルの社会の中で、児童とか青少年の教育に必要な、まあ、デジタルでのデジタルパブリケーションとかというふうに言いますけれども、ものづくりの場としてのメーカースペースを、まあ、図書館とかで図書館で、まあ、取り組んでいくということが、まあ、社会の他の教育機関なんかでも、小学校でもプログラミングが始まったりとかですね、いろいろ教育全体が変わっていく中で図書館もそれに合わせて変わっていく必要があるのかなというふうに思います。それから、図書館におけるメーカースペースは多分ハブラボとかですね、なんかでデジタルにだけこう焦点を絞ったスペースとはちょっと違った、もっとアナログのものも伝統的なですね、理科遊びですとか工作ですとか、そういう伝統的な日本の公共図書館がこう長くずっとこうもう蓄積してきているものの上に立って、ちょっともう一歩行くということが大事なんじゃないかなっていうのが私の思いです。で、で最後ね、まあ、こういうことで、まあ、日本はものづくりとか科学技術立国とかずっと言ってきたわけで、そういう大きな伝統があって、図書館もそういうことで科学遊びですとか工作会とかっていうのを、まあ、夏のイベントなどでこうやってるところも非常に多いわけで、非常にベースが非常にあるんじゃないかなと。でその上で、もう一つこう次の段階に行けると、そんなにバリアは高くないんじゃないかという、日本はいろんないっぱいいい素地をいっぱいも図書館自身も持っているので、そこに行きやすいんじゃないかなっていうのが、ちょっと最後の私の言葉ということでお詫びさせていただきます。ありがとうございました。中塚先生どうもありがとうございました。で続きまして浅田さん、どうぞよろしくお願いします。県立長野図書館から参りました朝倉久美と申します。先ほど長塚先生のお話の最後の方でも出していただきました通り、県立長野図書館が2019年4月ただ半年ちょっと前に始めた取り組みと、それまでどのような流れでこのものづくりラボという形でオープンしたかというところまでも、私の方からご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。まずはこのような機会にお招きいただきまして、お話しさせていただくことをとても嬉しく思っております。長塚先生の方からかなり海外の取り組みを中心にご紹介いただきましたが、私がお話しするのは日本という国の本当に小さな長野県の唯一の県立図書館の取り組みではあります。しかし毎日メーカーの機械と触り、いろんな人と話をする中で見えてきた課題もございますので、皆様と共有させていただければいいなと思っております。タイトルのところに想像から体験を超えた想像へとさせていただきました。自分で思い描いたものが形になっていくという過程、インプットからアウトプットへ、その取り組みは子どもたちだけのものではありません。しかしやっぱり入り口は子どもたちというところは大きいですね。ものを作るということ、発想するということ、でも何かを作る学ぶというのは生涯続くものです。
そういう意味で公共図書館はどんな取り組みをしていくかということを何かの皆さんのヒントと一緒に考えていくためのものになればと思っております。ただ私自身はですね、実はまだ公共図書館経験2年目で、それまで20年以上学校図書館で勤務をしてまいりました。で、専門が情報教育ということもあり、やはりベースにそういう教育的な視点が入るということはご承知をいただければと思います。まずは私からの一つのテーマです。知的好奇心はどこに向かうのか。これは学校にいた頃、そして今公共図書館の司書として働く中でも常に思っていることなんですね。というのも、今実際県立長野図書館での実際の利用を見ていますと、皆様やはりこれまでの図書館の利用の形、何か本を借りる、情報を入手する、そしてそれを持ち帰るのは個人です。ここで新聞を見る、本を借りていく、それは何につながるんだろうというのをずっと疑問に思っていました。学校ですと授業に関連できる、それを全て私が見ることもできる環境にありましたが、やはりレファレンスであるとか何か知識を持って帰った先が見えないというのは結構私の中で大きなショックだったという部分があります。なので、その皆様が、利用者の皆様が手に入れた知識、どこに帰ってくるんだろうというところが、実はこのものづくりラボ、何かをアウトプットしていくというのがきっかけになっている部分もあります。まずは県立長野図書館のコンセプトについて簡単に土台としてお話しさせていただきます。今県立長野図書館、大きな改革の時期を迎えておりまして、この5年間での改革プランのまとめ、そして次につながることを模索しています。そこで考える中で、これまでの本からデジタルへ、そして館内の活動から館外へということが、これから考える上での大きな土台になりますが、実際に社会から求められるニーズ、そして情報の形っていうのは変わっていくわけですね。そうなると、もちろんサービスできるのか。サービスというのはこちらからの提供という意味が含まれていますよね。その辺も一緒に考え直すところがいいのではないかということで、いくつかの柱を設けながらいろいろ考えているところです。そして今ちょうど打ち出している最中、まだちょっと形整ってないんですが、実感ある地ということを一つキーワードに持ちました。何か知るということを形として、その人の中で実体験として何かを残すことで誰かに伝えていく、つまりは獲得することを人に返す、循環するということを目指しています。そしてこの数年間、情報と情報をつなぎ直す、情報と人をつなぎ直す、そして人と人をつなぐという三本柱をもとに、いろんな情報の形が変わっていくということ、それから情報と人をつなげるためのさまざまなプログラム、人と人をつなぐためのフォーラムであるとか、そういう場や機会の提供ということを取り組んできたつもりではあります。このあたりのこと、またここでは詳細は語りませんが、たくさんの発信をしているつもりですので、県立長野図書館のホームページ、Facebook 等でまた入手していただけるとありがたいなと思っております。そして簡単に県立長野図書館、今どんな姿になっているのかのご紹介をさせていただきます。県立長野図書館、主に1階から3階まで3つのフロアに分かれています。1階は児童図書室、子どもたち向けのいわゆる絵本とか、いろんな調べるものとか、だいたい生まれてから中学生ぐらいまでの対象にした本が揃っていますが、キーワード、知ることを喜んでもらう、新たな世界、新たな体験に出会ってもらうということです。この4月から新たな4つのプログラムを設けていますが、すべてキーワード、体験、発見、やってみるというこの3つの言葉でやっています。まずは子どもたちに体験をしてもらうということ、触る、人とつながる、右下にあります自転車のようなものは体験の貸し出しといって、外に遊びをするようなグッズを実際にバーコードをつけて貸し出すということをしています。図書館の隣にはバカサト公園という大きな公園がございますので、そちらでたくさん遊んでおいで、ただし2時間までね、双眼鏡を持っていろんな虫や花を見ておいで、スピードガンで速さを確かめてきて、自転車に乗ってたまには転ぶのもありかもしれない、そこから学ぶことはきっとあるというようなこと、それから館の中にある百科事典を使ったようなクイズの提供、ゲームをたくさん持ったり、アルバットに何かプログラミングゲームに触れたりというようなことを日々行う、これは必ず毎日常に行われているということが大事だと思っています。
単ですが次に進みます。2階一般図書室、いわゆるどこにでもある一般向けの図書室ですね。こちらも実はこの4月、もう少し早い時期ですね、3月ぐらいから大きな変革を遂げました。ちょっと細かいですけれども、本の並びを大きく変えています。実際には NDC 日本受信プロデューフォンの、基準にはなっていますけれども、0123という並びではございません。何かそういう私たちの都合で分類されたものだけではなく、利用者の方がいかに本棚の間を回遊し、新たな情報に興味を持っていただけるか、つまりは世界を再発見、再構築するような並びになっています。実際にお越しいただいて見ていただくと、この分類の次にこれが来るとこんな出会いがあるのか、この背中にこんな本があることでこんな発見があるんだということに気づいていただけるんじゃないかなと思っております。そして3回、今日発表する主なテーマになります。新たな教育競争、共に知り、共に作る、開かれた学びの場として、信州学び創造ラボという新たな公共空間をオープンいたしました。これが大体の全体図になります。もともとこれは何があったかといいますと、閉鎖された会議室、本当に利用する人が限定されますよね、貸し会議室のようなもの、それから、いわゆるこう学習室、机がいっぱいあって、自分の学習をするためのお部屋だったんです。きっとそういうところは、これまでの図書館で、大きなスペースというと多かったんじゃないかと思いますが、そこを大きな一つの空間にしまして、L 字型ですね、長い辺はおよそ50メーターほどございます。常にここで何かが行われ、それが見ることができ、参加することができ、触れ、感じ、そして自分もそこに帰っていく。それが常に循環しながら行われる、先ほど私が申し上げました知識の獲得の循環、これを体験する場所として設けられたスペースです。この中の一番奥のところに、ものづくりラボ、ピンクの大きなところで囲んだところ、今日がこの私からの後半でお話しするメイン会場になります。学びの成果をアウトプットするとありますが、実はここには工作機械がたくさん並んでいます。そして L 字型の喉元部分、ここに特に説明ございませんが、ここにあるのがキッチンです。先ほど長塚先生のお話の中でも、アウトプットの一つの形としてキッチンというキーワード出てきたと思います。やっぱりメーカーズコーナーって言いますと、こういうファブリケーションのいろんなものが置いてあるイメージがありますけれども、何か学んだことを形にするという意味では料理はとてもクリエイティブなことですよね。で、もともとこれを作る上で必ず工作機械を置こうとか料理をするところを置こうっていうふうに我々が考えてみたわけではございません。実はこれの設計はここを興味を持ってくださる方、いろんな方、地域の方とか県内の方とかと一緒に設計をしてくる中で、ここで何があったら楽しい、ここで何が起こったら楽しいという、何が欲しいではなく、どんなことをしてみたらいいかというアイデアの中から生まれたんですね。なので、それまでのプロセス、ここができるまでの過程そのものが皆様のアウトプットによりできているということをお伝えしたいなと思っております。では、この中のですね、全てをご紹介するわけではございませんが、コミュニケーションからコミュニティが生まれるということを一つここで前置きをして、ここでは先ほど申し上げました三本柱の一つ、人と人が出会う、その中で何かものが生まれていくということが常に生まれる場所ということを繰り返しお話しさせていただきます。ここでアウトプットの形、ただただものを出力して何かを作ればいいのか、それは一人で来て何かができればいいのか、私たちが目指しているものはそうではありません。みんなでやる、みんなと楽しむ、このみんなということをいかにこのものづくりラボで体現できるかということを考えたいと思っております。で、改めてちょっと振り返りになりますが、ここでインプット、アウトプットという言葉から切り出していきたいと思います。私たちの考える、きっと皆様、図書館に何かしら関わっていらっしゃるかどうかと思います。大学だったり、学校だったり、高校だったり、それぞれ皆さんが何を学習する人、利用する人がインプットをするのかと考えたら、やっぱり社会変化とともにインプットの形が変わってきますね。デジタル、やっぱりデジタルの力はとても大きいです。
これまで人からの言葉であるとか本の歴史的な部分から入ってきたものがいろんな角度でいろんな形で映像だったり画像だったり音声だったりそれが融合したりということで情報量がものすごく大きくなっています。だから図書館でどんなことができるか、それを今ここにある写真3枚はそういうインプットの入り口としての子ども向けのサービスの写真をちょっと並べてみましたけれども、入ってくるものが本ではない、本だけではないということを伝えるためにいろんなものを置いております。一番左に地球儀のようなもの、ここにどんな情報があるのか、アースボールというものをいろんなところで私たち別に頼まれてもないのにプロモーションしてますけれども興味のある方はアースボールで検索していただくといいと思います。本って何だろうな、情報って何だろうなってことを子どもたちに考えてもらうにはとてもいいもの、コンテンツだと思っています。また右側は機械の提供として、こういう何か電子機器に触れるというものを使いたい、使える子たちだけではなくふらっと来た子どもたちに興味を持ってもらうためのつなぎというものを意識した機会をたくさん設け、イベントを打ったり構造的に何かサポートをしたりというのをしています。インプットには必ず今これからの時代デジタルというキーワード、それからコミュニケーション、この2つが大きくなってくるのではないかと思っています。それからアウトプット、ここに写真4枚並べました。一番左側、実はキッチン、この写真だけなんですけれども、我々毎月1回ですね、キッチン周りを使いながら皆様のアイデアを出すような会、ものづくり、信州学び創造ラボですので、ラボカフェというのを開いております。お話をするとき絶対食べ物や飲み物っていい具合媒介になりますので、このキッチンを使ってコーヒーを入れたり何か物を作ったりしながら食べ物に関するものだけではなくいろんなアイデア出しをしているんですね。そこにいらっしゃる方、一般の利用者の方、これに惹かれて初めていらしたという方もいらっしゃいます。で、奥で料理をしている方は地域の農業関係の方、料理関係の方、ここで無料でですね、自社製品などを提供してもらいながら一緒に楽しむという機会、そうするとやっぱり言葉はたくさん出る、ものを作るので仲間が増えていくというのが目に見えてわかる機会です。で、真ん中の2枚ですが高校生です。高校生がこの信州学び創造ラボで自分たちの考えを電子黒板を使ってまとめたり、それを使って本を学べるようなイベントを行っております。実際に今まで2回あり、これが来月、再来月と3回、4回と続いているプロジェクトになっています。そして右側は、先ほどのラボカフェの発展系ですが、4ヶ月に1回、3ヶ月に1回ですね、デザイン会議といって皆様で、あるようにアイデアソン、ハッカソンに近いですが、ひたすらアイデアを出す機会を設けておりまして、その中で出たアイデアが形になっていくわけです。こんなものを作ってみたいっていう思いが、こんなものを作ってみたいに変わる瞬間っていうのが必ず訪れる。それがものづくりラボの運営につながっているという長い前置きをさせていただきました。さあ、いよいよものづくりラボのご紹介です。こちらが、先ほどの案内の一番奥のところにある小部屋なんですが、部屋といっても入り口は開かれておりまして2つの入り口があります。これはラボのものづくりラボの内側から見たところなんですけれども、真ん中に大きな入り口、奥の方にちょっと小さな入り口があります。大人が入れる高さ、そして子どもがちょっとくぐって中を覗きたくなるという意味で、全ての人に開かれて覗きやすい空間を整えているつもりなんですが、実際に誰でも使えるスペースになるかどうかというのが私たちの課題になっています。ここに試作、試作という2つの言葉を並べましたが、私がものづくりラボに関わる中で頭に常に浮かんでいる言葉です。考えていることっていうのを試してみる、成功しなくてもいい、失敗してもいい、試す空間としてどれだけのことが提供できるのかということです。まず1つ目ですね、はい、ここでできたもの、いろんなことをやる中で作られたもののご紹介です。一つ一つは説明しませんが、皆様の後ろ、後方、奥のところにたくさんの当館で作った実物を並べさせていただきました。もしお時間ありましたら終わりがけにちょっと見ていただければと思いますが、主に失敗作を持ってまいりました。成功品はもう皆さんもちろん日本のようなものができるわけですが、私はやっぱりトライアンドエラーとても大事だと思っています。成功品も
作るんだったら企業さんと一緒になればいいわです。そういうワークショップ多いです。必ずいいものを作って持ち帰れる。でもそのための練習はどこでするのか。できれば練習機会に捉えていただく。それが公共開かれた空間の役割ではないかと思いますので、たくさん失敗をしてたくさんお互い笑って、私は失敗作ください、それ展示していいですかということをよく聞くんですが、あの失敗から学べることとても多いんですね。 3D プリンターの中で作ったもの、まあ、大抵失敗します。なんで失敗したの、どうすれば成功するのってことを面白がってくれる人がいると失敗にならない。これは私が教育現場にいてとても思うことなんです。ぜひ後ろの失敗作含めどんなことを試したのかをご覧いただければと思います。それから失敗だけではなく、失敗を成功に導くためには絶対プロの手が必要だと思っています。私たち県立長野図書館は信州大学 の情報教育を専門にやっているファブラボ長野と手を組みまして、連携協定を組みまして一緒にイベントする企画を受けました。これは5月に行われたこいのぼり作りのワークショップなんですが、キーワードは世界とつながりです。世界のファブラボとテレビ中継をしながら一緒に全世界で同じことを取り組むということを体験してもらいました。もう一つ、ファブラボ長野との組取り組みです。これは七夕のものづくりワークショップなんですが、ここにあるのがただのオーナメント作りではありません。せっかくだから光らせてみたい、どうせならこんなこともしたい、もっともっとできるというプラスアルファ、プラスをしてそれを矢印につなげていくという取り組みです。やはり何かをここで試す以上は、ただただやっぱり成功品を作って満足して持ち帰るよりも、ねえお父さんもう一回作りたい、もっといいものをうちでも作りたい、先生こんなものできた、ねえねえなんとかちゃんこれ見て、どうなると思う、光るんだすごいだろう、こういう持って帰った後のことも考えたいという思いも、ここの教室のですね、信州大学の村松先生と共有しながらやっているという思いもちょっとございます。でこちらはそういう意味で、信州大学のジュニアドクター育成塾とか、いろんな取り組みをこちらのワークショップスペース一番広いところ、ものづくりラボを飛び出したところで実施してもらったところなんですね。トライアンドエラー以外に育てているところを我々図書館職員が見せてもらうという機会、とても貴重なんです。私たちは社会教育機関におりますが、教育者とは言い切れません。どちらかというと支援者、見守りの立場に近いですよね。そうすると実際の現場で教える人、育てる人のやり方を見ながら、どんなサポートができるかということを一緒にやらせてもらう。そしてできることを探し、そこで得た知識をまたどこかに還元していく。つまりは得た知識の循環と還元、それは利用者の皆様だけではございません。我々図書館職員にとってもとても大事なことだと思っています。子どもたちのモットーを引き出して不思議、面白いっていうのを形になる経緯を見せてもらう。それは特に皆様自分のところに何もそういう機会がないからないというわけではなく、近くにどんな学校がある、どんな大学がある、そこに出かけていく、そしてそれを持ち帰る、知り合いを作るということもきっととても大事なことかなと思いますし、どこでもできることかなと思っています。ではここから私からの課題提起、実際の課題として見てきたものを共有させていただきます。公共図書館にメーカースペースがある、それは開かれた空間、公共施設としての課題でもあります。この下の4つの設備、私たち日常的に声をかけられる言葉です。あそこのものづくりラボ、何があって何ができるの、どうやって使うの、どうすれば使えるの、誰が教えてくれるの、とても毎日のように聞かれ、電話での問い合わせにお答えしている最中です。やはり皆様にとってみると、先ほどの空間の中にいろんな工作機関があって、図書館にある無料だから使いたいという思いを持っている方はとても多いです。皆さんはとても意欲的にアウトプットしたいという思いはありますが、何分普段触れる機会がない分質問が多いんですね。でそれをこうすればいいですよというふうに私たちがただただ言ってしまうことはできないです。なぜなら私たちも実験の最中だからです。一緒にやろう、一緒に考えよう、そういう機会をたくさん設けていくしかないんですね。それはまだよちよちスタートしたての私たちの大きなテーマではあります。じゃあどんなことをやっているのかをダイジェストでご紹介します。
すいません、そんな前にですね、これは一つ一つ解説しませんが、私たちが課題として今後に残していきたいものです。いつでも誰でも土曜の妙にでもっていうのがいかに難しいか、機会があってお好きにどうぞってとても難しいんですね。使い方が難しい、教える人が嫌い、その人が何ができるかがまずわからないというところがスタートです。そして出力センターになってしまってはいけないというのが、先ほど私が申し上げた、ただただ鑑定費を求めるわけではない。それだったら長野県にはですね、長野県工業技術センターというアウトプットを形にするための施設もございます。そちらに行けばいいものを作れるわけです。1という概念を1という形にすることと0から1を生み出すことの大きな違い、これはぜひ皆様と共有して、難しいよね、そして面白いよねって思えるといいなと思っています。そして今我々のところになるのはデジタルコミュニケーション機器が主なんですが、先ほど長塚先生もおっしゃっていたように、もっと手芸に関することとか、革製品とか編み物とか、そういうのがあってもいいし、段ボール工作とかアナログのものがあってもいいはずなんです。そういうものの足りなさ、そしてここからは人の問題です。今行われているところをいかに継承していくか、人が変わったらもう使えないではダメですよね。学校、大学、みんな課題だと思います。特に先生と言われる人の不在、入学や卒業がないとやっぱり途絶えてしまいがちです。それがまた学校教育にどのように参入していくかっていうのもあるんですが、私たち別に学校に取り入れてっていうアピールはしていないですけど、やはり学校の中に学部機能を設けたいという話があり、いろんな施設も OK しています。その先生方との共有する課題です。じゃあここからは写真を少しご覧いただきます。メーカーズコミュニティ、これが私たちの今これからに向けた課題です。まずここにある機械をどんな形で使えるようにしていきたいか、これはここにいる人たちというのは、これからこの機会をみんなが使えるようにしていこうというコミュニティを作って、そこに入ってくださった方々なんですね。ご自身が技術を持っている、ここで何かをしたいという思いを抱えている、そしてそれを人に伝えていきたい、そしてずっとここで何かを守っていきたいという思いを抱えてくださっている方、こういう人たちを増やして一緒に何かをしていくということを少しずつ進めているところなんです。でこちらにあるのは、月に1回オープンデーというのを設けて、皆様とここに集まるコミュニティの皆様と一緒にミーティングをし、話したこと、でそれを、また見てもらいながら一般の方の見学をお受けし、何かをしたい時にアドバイスをするということを、我々職員だけではなく、ここに集まってくださったコミュニティの皆様が、一緒になって進めてくれているということです。じゃあこのコミュニティ、どんなところで行われているかというと、デジタル上でいろいろ進まっているんですね。 Facebook でラボものづくりコミュニティというものが設けられていて、ここで右側に機器の手順書の確認関連するというふうに、機器を使うためのマニュアル作りのこうスレッドが立ったり、オープンデーの案内があったりとして、いろんな人がここにもう何十人もここに入っているんですが、進んだことを確認のためにする機会にもなったりしています。私もしかしたら使っている姿ちょっと飛ばしてしまったかもしれませんが、実際にはいろんなことが行われていることを今日ちょっとダイジェストでお知らせしております。これ皆様見られるページです。オープンになっているページですので、 Facebook もし興味ありましたら、ラボものづくりコミュニティーズ探していただけるといいなと思っております。ではまとめの時間に入ります。私から新たに皆様へのご提案というか、一緒に考えたいことです。これからの図書館には工作機器の設置が必要という言葉をよく聞きますが、じゃあ逆に私からは、それはなぜですか、何のために必要ですかというふうにお心がけをしたいなと思っています。これは今私がここに立っているから私がお話ししていますが、館全体いろんな職員からなぜ何のためにというふうに声かけ続けると思います。というのも、ただこの我々のものづくりの、ものづくりラボとか、ハボ機能、持っている 3D プリンターとか、レーザーカッターとか、いろんなものございますけれども、それがあればいいと思われてしまうと、多分私たちの理念をお伝えできないし、一緒に考えるっていうところは難しくなってしまうので、ここからスタートしたんですね。本当にこれ必要ですか？これがあると何ができますか？これがあって、どんなことをしたいかっていうことそのものを考え
えるために私も今日お話をいただいて一緒に考えるためにいろいろ準備をしてきたという気持ちもあります。実際に正解のかない課題だと思うんですね。どう向き合っていくかっていうこと、そうなると世界にいろんなことが行われている、日本でもこんなものがたくさんある、じゃあそれ3年後ありますか、5年後ありますか、10年後何やってますか、その10年後のことを考えないと、こんな高い機械しか買えないですよね。で、機械買っても10年後にはきっと使い物にならなくなっている可能性ありますよね。いかに更新していくか、いかに使う人を育てる、育てるというとおこがましいんですけど、一緒に育っていき、職員が変わっても続いていくか、機械が更新されると同時に、人間の更新がいかに頭の中と人の実際とされているか、これ全く正解が出ない未来を考えなければいけない課題なんです。で、そうすると場所、物、誰が使う、だからラボがあれば解決だみたいな安易な形にならず、一緒にそのラボコミュニティ、メーカーズコーナーを持っている人、持ちたい人たちと考えるための館の中だけではない、全日本とか世界とかいろんな人たちとこれどうなっていくっていうことを考えないと、きっとただただ面白いねだけで終わってしまう、今しかないなっていうふうな思いがあります。だからこそまとめですけれども、私たちは作る、つなぐ、伝える、続く、これを今後ずっとキーワードにしていきたいと思っています。私たちいろんな機会があり、作ったものがあり、協力してくれる仲間もできてきました。作ることができる、つなぐことができる、伝えることができて、ここまでは今の段階の状態です。それを続けていくためのこの課題提起、それがあって初めてイメージした、想像したことが体験を経て作っていく、想像へとつながっていく。この想像は単に物を作ることだけではなく、未来を想像するという意味で最後にもう一回持ってこさせていただきました。あとは皆様からのいろんなご提案、ご質問、一緒に考える機会にさせていただきたいと思います。どうぞご清聴ありがとうございました。すみません、少人数でやってるもんで、ちょっと一人でいろいろやってまして、すみません。はい、ということで、どうもお二方ありがとうございました。お二方ともすごいお話がお上手で、とか聞いててすごく楽しかったし、すごい入ってくる気がしました。ありがとうございます。ということで、今からちょっとディスカッションに、参りたいと思いますが、早速、コメント結構いただいてですね、この取り組みっていうのをこのやり方何回かやったことがあるんですけども、今日結構皆さんご発言というかご質問いただいて本当にありがとうございます。中には参加者同士の対話もあったりしてですね、結構盛り上がってるなというふうに思います。で、その中で、同じ、お二方だったんですけども、同じようなご質問が、ありました。それはですね、日本だと、公民館だとか児童館だとか、他の、教育施設があるという、現状の中で、なぜ図書館でやる必要があるのかというようなご質問だったと思います。で、先ほどのお二方の、ご発表に引き付けて、ちょっと、特に浅倉さんかな、のご発表に引き付けて、考えると、多分2つのレイヤーがあるような気がしていて、1つはなぜ図書館でやるのか、でメーカースペースなのか、でもう1つはなぜこの図書館でやるのかっていうのがあると思うんですけども、やっぱりなぜ図書館でっていうと、もっと抽象的な話ですよね。
図書館機能としてどうやっていくか、もう一つは本当にその社会というかそのコミュニティのニーズがそこにあるのかどうか、最後あの問いかけが桜さんの方からあったかと思いますけれども、まあ、その2つのレイヤーがあるのかなと思いますけれども、このあたりお二方どうお考えになりますかね。なぜ図書館なのかっていうその上の方のレイヤーですかね、でちょっとお答えいただけると助かります。非常にあの大事な質問じゃないかなというふうに思います。で、まあ、あの日本と、まあ、海外とでですね、まあ、図書館が置かれている位置とか何かもそれぞれの国ごとにちょっと違っているということは確かにあります。で、もう一点大事な点は、あの海外の図書館でもですね、図書館単独でこう全部やっているというところは少ないですね。で、地元のいろんな、内学ですとか、研究機関ですとかいろんなところの支援をもらいながら共同してやっているというところが多いです。あと、まあ、小さなアメリカの小さな図書館なんかの場合ですと、アメリカの場合にあの、図書館友の会ということで図書館を支援する組織、地域の団体などがあってそこからの寄付をもらったりとかしてやるというようなことでですね、ですから、まあ、どこの国でも新しい試みですので、なかなかそんな支援されるという、側面ばかりではなくて、どうしてこういうことが必要なんだということを理解してもらうための、活動がかなり多くを占めているというのがあの現在の 実情じゃないかなと思います。ですからアメリカの中でもあの全部の図書館がこう取り組んでいるというわけではなくて、まあ大きな図書館はかなりのところでやってるんですが、小さな図書館は、まあ、これからいろいろどうしたらそこに行けるかなというようなことを考えている、でいくつかのこう取り組みがあるというようなところじゃないかなと思います。だから、アジアの中でも、まあ、中国とか韓国とかですね、まあ、台湾なんかもそうですし、マレーシアなんかもそうなんですが、あの比較的大きな図書館では取り組みが進んでるんですが、あの実際の町の小さな図書館のところまで行くとそれはまだまだこれからということで、それはいろんなあの地域の、まあ、利用者のニーズとか、実際の人的なリソースの問題とかいろんな問題をどういうふうにクリアしていくかっていうのはこれからの課題なんじゃないかなというふうに、その辺はあの、まあ、ここにおいでの皆さんともいろいろこう議論もできるといいかなというふうに思います。からもう一つは先ほどちょっと、コメントの中にもありましたけれども、まあ、日本の場合は、まあ、公民館という、制度があって、これはまあ戦前からの歴史もあるわけですけれども、ですから図書館とはちょっと違う役割分担をしながら、あ障害の学習を社会教育をサポートするということで来てまして、で、いろんな自治体によっていろいろ違いますけども、まあ、複合施設化というようなことが進んでいるところもありますし、その辺ではですね、公民館と図書館がどういうふうにこう連携 しながらこういう新しい試みを、取り組んでいくのかと、でいろんな書籍ですとか、いろんなその知識のベースになるものが、まあ、多いのは図書館ですし、いろんな講座などをやっている経験があるのは公民館の方が経験があると思いますので、そこはどううまく連携しながらですね、新しい枠組みが作れていけるといいのかなというふうにも思っています。なぜ図書館なのかというところですけれども、私は、図書館の人間として暮らしてきましたけれども、誰でもがいろんなことをこう考えずにフラッと行ける場所って世の中にどれだけあるんだろう、いつまででも行けばいい場所ってあるんだろうかって考えると、あまり強い意志を持たなくても何かを読まなければ作らなければとかっていうことを持たない人が行ける場所として、強い意志がない人のための場としても図書館をやることに意味があるのかなっていう思いがあります。で実際に工作機械とかを本当にプロ級で使える人たちはもうすでにコミュニティとか場を持っていますよね。でもちょっと触ってみ
りたいっていう人たちがまず行ける行動できる場所があまりないということで、そしてそれが図書館だったらいつでも行けて、でそこで知ったことの広がりが持てる世界の入り口再発見ということで、じゃああの機会触れるの怖いからちょっと本から入ってみようかなっていうこともできますし、あとは人がいる、職員が必ずいる、これ公民館なかなか難しい部分があるんですよ、今の日本の状況だと。だからやっぱり読むことができる人は本に行く、聞くことができる人は人に行く、で物をただ見ることもできるっていう、あの本当に強い意志を持たない人のための場として図書館であるのが大きいなと思っています。ただやっぱり今先生がおっしゃった通り、どこでもできることではないっていうのはやっぱり現実問題あります。お金もかかりますし場所もありませんってなると、やっぱりどこかにショールームは必要だと思うんですね。こういう取り組みをやってこんな成果を出してっていう、そういう意味で長野県の中では唯一の県立図書館である我々がやるというのはやっぱ一つの役割だと思っております。あのここでやることで面白いもの、いいことをいろんな市町村とか学校の方に持ち帰ってもらい、もっと生かしてもらったものをまたこちらに還元するという意味で、まず全てみんなでやらなきゃいけないわけではないですけれども、どこか実験室を設け、そこにみんなが集まったり共有したりできる場があるところからスタートするのでいいのではないかなと思っております。なるほど。あの特にちょっとあの個人的にものすごいいいなと思ったのが、その強い意志を特に持っていない人たちのサポートとしての、まあ、パブリック空間というか公共空間というのはあの 再度認識する価値があることなのかなと。でやっぱりその、あとはその公民館との違いというのもやっぱり あって、情報と場所ということだけでなくて、そこに人がきちっといるっていうことは大きいのかなと思いました。で、っていうことで、まあ、今の空間とかパブリック性っていうようなキーワードがあったと思うんですけど、もうちょっと突っ込んで、例えばやっぱりその情報のインプットとアウトプットの場所が近いっていうこと のメリットとかっていうのは何かありますかね。そのやっぱりもちろん機関として連携すればっていう話はあるんだけど、フィジカルにその場所が近い、まあ、それが別に何ですかね、 3D プリンターではなくても、先ほど何かあったみたいに自伝とかもアウトプットですし、まあ、最近結構いろんなところで実施されているウィキペディアタウンなんかもしっかりとアウトプットが見られる、どこからも大学図書館の師匠さんがおっしゃってます、朝倉さんと同じようなことをおっしゃってたんですけど、じゃ情報を提供するけど、それどうやってアウトプットされたんだろうっていうのが見えない、レファレンス機能がどう、最終的な、成果になったのかが見たいのに見れないっていうのが、ウィキペディア、まあ、これウィキペディアタウン のフォーラムじゃないんですけど、ウィキペディアタウンだとそれが可視化される、我々のやってる仕事がどうなっていくかっていうのが分かるっていう、まあちょっとそれは別の話ですけども、まあなんかそういうことを言ってたらちょっと何を話してるか忘れてしまいましたけども、ちょっと私が言ったようなことをちょっと拾いつつちょっとコメントいただければなと思います。長塚先生からよろしくお願いします。実際にですね、まあ、私自身がいろいろな海外の、図書館などをの経験も踏まえて、今の中で図書館の役割が最初は紙の本が中心だったわけですけども、それからだんだんマルチメディアというんですか、視聴覚教材とか何かもだんだん広がってきて、それが現在の社会の中ではそういうデジタル化がさらにこう進んで、その物と IoT というような言葉も作られるようになってきて、実際の情報と物がだんだんこうどん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 近づいてきているという今の社会の状況の中で、図書館がそこにもこういうふうにこう翼を伸ばして、サポート、社会的にサポートできるかということで、先ほど朝倉さんの方からありましたように、図書館というのは誰でもこう予約をしたりなんかしないでもですね、そのまま行けるということで、社会的にも非常にこう割合の低い施設になっている。で、実際に海外 そのメーカースペースなんかの取り組みでも、初心者に向けて、
どうやってそういうことに関心を持ってもらうか。で、今の社会のその IoT などがこう広がってくる時代の中で、そういうことにやっぱりその関心を持ってすごくこう進んでる人はいいんですけども、そうでない、人の方が圧倒的に多いという状況の中で、そういうことに近づくための中、最初の手がかりを与えられる場所ということでは非常に適切な場所じゃないかなということはすごく感じます。で、海外のメーカースペースなどもそういう割と、初心者に向けていろいろこう丁寧にそこにこう取り組んでいけるようなきっかけを作るというプログラムが全体としては多くなっているのかなというふうに思います。で、さらにもっとスキルが上がっていってですね、もっと特殊なことについて知りたいということであれば、まあ、もっと専門的な機関もいろいろありますから、そこに行くまでのこうルートということでは非常に大事な役割になっているのかなというふうに。そうですね、インプットとアウトプットの近さというふうに考えますと、やっぱり誰でも知ったことって人に伝えたくなる、できたものは見せたくなるって思いがあると思います。自己満足だけではなくて、でそれがすぐこういろんなインプットの形とアウトプットの形が一箇所に集まっていることで選べるんじゃないかなというふうに思います。実際学校ですとインプットの形もアウトプットの形も割と制限されてきたなっていう思いがあります。こんなことを学んでくださいという形で、それを例えばポスターセッションですよとかパワーポイントでねというような形だったりしたんですけれども、それが必ずしも誰もが得意なわけではありません。物を作るのが得意な人もいますし、絵を描くのが好きな人もいたりする。まずは達成感というものは選べるっていうのはすぐアウトプットへのそういう近さになると思いますし、でアウトプットが近いとすぐそれをもっともっとブラッシュアップしたいっていうふうに、もっともっとっていう欲求に近くなるっていう循環が早くなるような気がしています。だからこそいろんなものが選べる機関であれば、それを図書館でなくても私はいいと思っていますが、それだけのものがこう揃いやすいっていうこと、それから、今後続いていく、まずは情報が保存されていく、その場所として続いていくところっていうのを提供し続けられるところっていうのはなかなか難しいんじゃないかなっていうのはあります。結局はだからあらゆるチャンスとリスタートをいろんな機会があり、やり直し、もう一回それを作り直すことができるっていうのが一箇所に集中して短期間に繰り返されるっていう期間が図書館でないところにあれば、もしかしたらそれはそっちでもいいかも。どこからやるのってなった時に、このフォーラムにこれだけの皆様が興味を持って集まってくださったということを考えると、たぶん時間近いんじゃないかなという気持ちもちょっとしております。公民館の方といろいろ話をしたことはいろいろあるんですけども、その時に公民館と、図書館の大きな違いっていうのは、やっぱ公民館の方はいろんなイベントといいますか、こう講座を設定してあるトピックでみんなに来てもらって、こうその催しをやるというようなことがこうどうしてもコアになっていて、その図書館みたいにいつでも、誰でもこう行ってそこに滞留していいというような場所はなかなか作りにくいということで、特にメーカースペースの場合もスペースということで、図書館の中に長野県立の例が出てきましたけど、一定のスペースがあって、そこは図書館が空いてる時間にはいつでも誰でも行っていいというようなことがすごく大事なのかな。で、そこに行けば何かいろいろツールもあって、そこで自分の思ったことがやれると、でいろいろサポートしてくれる人もいるということで、そういえばなかなかこう作りにくい、図書館以外に非常に作りにくいということが、非常に大きな違いなんじゃないかなというふうに思います。先生ありがとうございます。今のご発言、ツイッターでも最後の方に出てきている
緩いつながりを持つための場所としての図書館っていうことにつながってくるのかなと、まあ、そういった図書館は素敵だなという、あのとてもあのうまいまとめで最後ツイッター終わってるんですけども、はい、あの時間になってしまいましたのでこれで終わりたいと思いますが、本日、まあ、これちょっと僕 の, あのちょっと浅い、レイヤーでのちょっとまとめになってしまいましたけども、ちょっとやっぱりこの今日持ち帰りいただきたいメッセージというのは、まあ、先生の部分だと、まあ、すでに土壌は整ってますよと、で先ほど の, あのお話も、あにもありましたけども、まあ、図書館と公民館との、こういった整備もありますし、まあ、やれる土壌はあの整ってきていると。だけども朝倉さんの話なんですけども、でも本当にそれが必要なのっていうのを、まあ、しっかりと考える必要が、あるだろうと。で、ただ、皆さん一人で考えるんじゃなくて、今日皆さんと、あの他にもこんだけの方がいらっしゃっていますので一緒に考えていきましょうということで、前向きな、終わりにしたいと思います。はい、では、感謝を込めて、お二方に感謝を申し上げます。以上で、この委員会主催フォーラムを終わります。